はい、皆さん1週間ぶりのご無沙汰でした。いかがお過ごしでしたでしょうか。日本もちょっと季節が移り変わってきたようですけども、皆さんのお体ね、ご自愛ください。本日はちょっと浦和レッズね、今非常に大変な時期、まあ、勝負の時が来ていますけども、本日はゲストに福田正博さんを、お呼びしまして、進めていきたいと思います。福さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。で、いつもの、進行役、あずさんなんですが、ちょっと本日は他の仕事でちょっと、どうしても出演できないということで、今日は久しぶりに福さんと二人でお送りすることになりますので、ちょっと私がいろいろ取り回したりもしますんで、ちょっとお手柔らかにお願いいたします。まず福さん、最近は、解説などどんな仕事されてたんですか、ここ最近は。まあ、代表ウィークは基本的にはなかったけど、その前にアジア大会があったから、はいはい、アジア大会が TBS がやってたんで、TBS の解説をしてたよ、そのぐらい。はいはいはい。うん、決勝とかね、解説されてたみたいですね。僕ちょっと。まあまあ、女子とかそういうのだね。うん、まあ、思ったよりはこう、話題、まあ、北朝鮮が、いい意味でも悪い意味でもちょっと話題を提供してくれたんで、まあ注目を集めたのは事実だよね。うん、まあそれでまあ局としても TBS としてもアジア大会でサッカーをこう取り上げることも多かったし、まあ男女とも決勝まで行ったのもあるしさ、はいはい、で女子もやっぱ決勝が北朝鮮だったっていうことがあるんで、うん、まあこう地上波でライブで放送するようなことになったけど、うん、まあ基本的には女子も男子も、はい、まあ正直なところ、そのメンバー的にはベストメンバーでは実はない中で臨んでる大会なんで、はい、まあ正直なところ難しいメンバー構成の中でやってたと。女子に至ってはなでしこって言わないでくれって言われてるからね。そうなんですか。なるほど。だから A マッチに換算されないらしいんだよ。なんか分かんないんだけど、何をこだわってそう言ってるのか分かんないんだけど、いやだから女子の場合年齢制限があるわけじゃないから、はい、男子の場合年齢制限があるんで A マッチにはそもそもならないんだよ。23歳以下、はいはい、今回は24歳以下なんだけど、1年東京オリンピックと一緒で1年延期したから、24歳以下、はい、オーバーエイジ3人ってことで、うん、男子の場合はもうそもそも A マッチにならないのね、年齢制限があるから、はいはい、女子の場合は年齢制限がないんだけど、うん、でもなでしこと呼ばないでくれっていう設定なんだよ。要はそのメンバーではないみたいな、要はいわゆる日本のウィーリーグ、まあ男子で言うと J リーグ選抜みたいな、はい、感じで臨んでるから、はい、なんか協会の方でそういうふうに言わないでくれって言ってな、まあよくわかんないんだけど、まあ、そこになんかこだわりがあるのかもしれないんだけどさ、要はそういう大会だったんだけど、それでもアジア大会で女子は優勝したんで、ねえ、すごかった。北朝鮮は強かったよ、はい、強い中でもしっかりとこう勝ち切って、うん、まあ見事な勝利だった。男子はちょっと残念なことに、韓国はやっぱり24歳以下、オーバーエイジ3人使ってきて、はいはい、ラインとかもいたし、うん、チョンウヨン、チョンウヨンじゃないか、シュツッツガルトの選手いるよな。ああ、はいはい。あ、ウヨンかな、うん、彼は。ああ、いい。フライブルクから来た、はいはい、チョンウヨンでいいんだけど、うん、とか、いてさ、オーバーエイジも入れて、まあ、いわゆる、兵役免除がかかってたんで、ねえ、そういうの。なんか知らないけど、この、韓国はアジア大会に対しては、めっぽうこ力入れてくるわけだよ。みたいですね。その兵役免除になるからさ、優勝するとね。だからもう、そういう部分では、まあ、ベストメンバーと、まあ、23歳、24歳以下なんだけど、日本は来年のワールドオリンピックも含めて22歳以下で臨んでいる、オーバーエイジも入れない、で、いわゆるその来年臨むであろうオリンピックメンバーではないメンバーで臨んでると。まあ、今回入ってる中で1人か2人そこに入れればいいかなぐらいな感じのメンバー構成でいって、それでまあ、組み合わせも良くてさ、はい、北朝鮮と韓国ぐらいなんだよ、強いとこでやったの。はい。その前に、準決勝なんかも、なんかイランが負けちゃったりしてさ、うん、なんか香港が出てきたりして、なんか、まあ、その、組み合わせも恵まれたとこも実はあってさ、今、決勝まで行って、まあ、その解説したぐらいかな。うん。まあ、でもね、一応決勝、両方とも行ってね、いろいろ足がかりになったかもしれませんが、特に女子が今、ちょっとね、またかなり日本女子サッカー、実力的にもね、注目されつつあるんじゃないですかね、これ、全体含めてね。だから、来年のオリンピックがどうかっていうことでね、ワールドカップももう一つ勝ってればさ、うん、はい、少しこう、もっと盛り上がったんだけど、いや、なんかいいねって注目された途端に敗れてしまったんで、うん、ちょっともう一つ盛り上がりがなかったのも実はあるんだけど、うん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 、ただ、アジア大会でこうなったけど、果たしてどのぐらい、正直なとこ、男子も女子も、俺も失礼な言い方だけど、あんまり知らない。
そういうメンバー、ね、本当にそのメンバーに入ってないような子たちだから、はい、うん、本当に知ってる子たち、2の人たちは知ってるけど、一般的には認知度がない。うん、何しもどっちかって言ったら、まあ俺は J リーグやってるからさ、J リーグの選手が半分ぐらいいるんで、はい、うん、そこそこは知ってるけど、大学生のことはちょっと知らないからさ、はい、うん、まあそうなるとやっぱり、そう知らない人たちがこうやってるみたいな雰囲気ではあったけど、うん、まあ優勝したり決勝戦まで何しも行ったんで、それは逆に言うと、層は厚くなったなって感じはする。日本のサッカー強くなったなっていう印象は俺は受けてる。うん、そのメンバーでもそこまで行くんだから、見事なもんだよ。うん。ちなみにね、今、あの、なでしこの監督さんは、福田さんもね、現役時代一緒にプレイしたことある池田太さんですけど、池田監督はどんな方なんですか？俺、コーチでも一緒だよ。あ、そうでしたね。俺が戻った年、1年間だけ一緒にコーチやってたけど、はい。まあ、すごく明るいし、こう、うん、結構喋るのが好きだから、まあ、女子をどういう風にしてるか、うまくコミュニケーション取って、うまく信頼してやってんじゃないかな。うん、やっぱり、プレイヤーとして、ちょっと言い方はあれだけど、そのプロの世界で成功を収めたかっていうと、実はそうじゃない。短い期間しかプレイできなかった。うん、まあ、そういう思いもあって、なんか、なんか、こう、選手とこう、上下じゃなくて、すごく同じような目線でやれるっていうのが、はい、うん、やっぱり彼のやっぱり強みなのかもしれないね。ねえ、そうか。なんか非常にうまくコミュニケーション取りながら、まあ下のカテゴリーからそのまま見てきた選手を比較的上げて、でチーム作ってる感じはあるけど、はい、そういう意味では、また戦術とかいろんなことは多くの仕事の中であるだろうけど、やっぱりその関係性とか、はい、うん、やっぱりその選手たちのいいところを最大限に引き出すっていうのは監督の一番の仕事だと思うんだけど、そういうことの引き出し方がやっぱうまい、うん。やっぱコミュニケーション取る。やっぱり男性と女性なんで、女性同士だと難しいところもあるかもしれないし、うん、逆に言うと女性同士だからうまくいくこともあるだろうし、うん、男性と女性なんで、うん、なかなかその辺は難しいこともあるし、理解できないこともあるのかもしれないけど、やっぱ結果もしっかりついてきてるし、あの、外からの話で、はやっぱうまくいってるよねっていうふうには聞こえてくるんで、うん、まあ、そういう結果にはなったのかなって気はするけど、うん、今回のワールドカップに関して期待されてなかったんで、あ、正直なところ放映もしないとかするとか、なんかね、最後の NHK がやったけど、そうそうそう、バタバタだったわけだよ本当に、はい、うん、それをやっぱ注目度がちょっとなかった中で、あんま期待されてない中でこうやって、やっぱり結果が出たっていうことの良さあるけど、今度これを踏まえて、オリンピックになると少し期待値が上がった中からなんで、はい。果たしてその中でどうなっていくかっていうのは今度やっぱり、うん、そこ、今回がやっぱり非常に重要になってくるかなと思うけどね。はい。ということで、じゃあちょっと、このあたりで、皆さんね、ちょっと気になって浦和の話題に移っていきたいと思うんですけど、浦和レッズ、あの、福さん、あの、天皇杯はね、ちょっとあの、すでに敗退してるんですけど、他の大会今のところ全部まだ残ってまして、リーグ、それから、ルヴァンカップ、そして、FC チャンピオンズリーグのグループステージが、今期から秋春戦だったので、グループステージも始まっていると。それから、春のね、アルヒラルとの決勝で ACL 勝利したことで、決勝、タイトル取ったことで、クラブワールドカップにも出場するんですよね、年末の。なんか、今までにない、このシーズン後半の、過密スケジュールなんですけど、福さん、これやっぱりチームコーディネート非常に難しいですよね、間違いなくね。ちょっと特殊な感じはするけどな。かなり、終盤ってやっぱり選手にとってもかなり、ね、まあ、基本的には ACL の問題だよな。はい。ですね、いや、今までと一番の違いは ACL の問題だよ。ここでね、入ってきた。クラブワールドカップは一緒だから、時期は。だから今、島崎が話したのは ACL の、その、いわゆるグループステージっていうのは、今、グループステージっていうのかな。うん、そう、グループステージ。そこがずれ込んだから、そうなってるんだよね。はい、だから、そこの問題だけだとは思うんだけど、だから、そこのところがイレギュラーなだけだよね。例年と他は変わらない、カップ戦とか。はい。すべては変わらないけど、ACL の、そのグループステージのとこがずれ込んだことで、そうなってる、うん。だって、リーグ戦も天皇杯も終わってから試合やるんでしょ？はい。まあ、ちょっと異例って言えば異例だよね。で、今年はちょっと代表がわからないけど、1月に活動があるんで、1月の1日から親善試合をやったりとか、ね、まあ、選手たちはちょっと休みがちゃんと取れなかったりもするだろうから、ちょっと来季以降がちょっと心配だなっていう感じはするけど。アジアカップもあるんですよね、来年。そうそう、1月にね。ああだから、その兼ね合いで1月の1日に親善試合っていうか、するんだよ、代表が。それタイとやるっても決まってんだけど、はい、国立競技場でね。はい、
うん、だからそういうことも踏まえると、ちょっとその選手によっては休みがない中でやっていくってこともなるから、うんうん、まあ、そういうことも踏まえて秋春制にしようとかっていう話も出て、それが全てじゃないのかもしれないけど、はい、まあちょっとスケジュールの問題もちょっと考えなきゃいけないのかなって、うん、ACL がこうになっちゃうと、なかなかこの時期でやるのは、うん、なんかちょっといびつな感じもするし、はい、で一番はやっぱちょっと俺の仕事の話になっちゃうけど、終盤にかけて盛り上がらないんだよ、飛び飛びだからゲームが、うん、あのリーグがね、間に何か言わないとあのカップ戦もそうなんだけど、カップ戦の問題ではなくて、やっぱり代表の活動の期間があって、この終盤にかけて本当盛り上がっていかなきゃいけないんだけど、また次の試合やったらまた開くんだよ、2週間開くとかね、あの、1週間2週間開いたりするんだ、今度3週間ぐらい開くんじゃないの、わかんないけど、うん、なんかそんな代表戦が絡んでくるんで、はい、代表の活動が、はい、盛り上がんないんだよ。ねえ、さ、最終盤なのに今、まさに。だから一番盛り上がっていかなきゃいけないのに、なんか忘れた頃にゲームやるみたいになっちゃうから、本当そうなんね、もう一度順位をおさらいしてみたいな話になっちゃうから、はいはい、そういうことを考えると、やっぱスケジュールは考えなきゃいけないのかなっていうのは思うけどね。まあ、また今ね、あの J リーグの方でもいろいろ調整をして、金曜日のね、ゲームも増やしたりして、そのグループステージ、特に戦うチームは、なんとか中3日の、インターバルを空けながらやってるんですけど、場合によっては中2日のゲームもあったりするんでね、今も。だから、いろいろやりくりもリーグもいろいろ考えてるんでしょうが、これは厳しいなと思ってるでしょうね。だから全部がフェアになるかって言うと難しくてさ、じゃあ、例えばね、この間の柏戦なんかに関して言うと、はい、じゃあ細谷はそれでいいのかって話で金曜になったこと。アメリカ遠征にね、連れて行かれて。前日ぐらいに帰ってきてるわけでしょ。はいはい。だから、それ金曜じゃなかったら、土曜だったり日曜だったりすればまた話は別なわけじゃん。はい。だからさ、それは全部そういうふうにこうフェアにするっていうのはなかなか難しいから、ね、前も言ったけど、代表には入りそうで入らない選手を集めた方がいいよっていうのはそこにあるんだけどさ、実際ね、それはね、現場を扱う監督としてはね、コーチングスタッフとしてはね、それは理想なんだけど、そうはいかないから、だから本当にその難しいコンディションが、日本だって今回、ヨーロッパ遠征じゃなかったからいいけどさ、はい、やっぱヨーロッパ遠征で帰ってきたりしてたらさ、はい、またちょっとそれはコンディションの問題も違うだろうしさ、うんうん、そこは本当に、本当に難しいんじゃないかな。だから今言ったようにこれから浦和だけで何試合ありますっていう話じゃなくて、いつも言うけど、はい、代表選手とかいるとまた違った話になってくるから、うん、そうですね、うん、これはものすごい大変な話よ。だから、うん、両方をもし狙うんであればそれなりの戦力っていうのはどうしても必要になってくるんじゃないの。はい、5人交代できるし、それはそのぐらいの選手をなんていうのかな、準備しといてもうまくこう監督としては使いながらガス抜きしながらモチベーションを持たせてチームがこう何悪い方向に行かないように、マネジメントはまだ5枠があるんで、うん、試合数も多いから、うん、逆に言うとそこのマネジメントしやすいから、うん、そうすると選手をもうちょっと取ってもいいのかなって気は俺はするけど、うん、あれ U22 がアメリカ遠征をしてリーグ戦にまあ出場はしましたが非常に影響を及ぼすってなかなかこの海外のリとかヨーロッパのリーグでは考えられない発想なんですけど、こういうのはもうあのいかんともしがたいんでしょうか、福さん、日本のサッカー界のこの。でもだからすみませんそれ言うけど、アジア大会もリーグ休んでるからね。はい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 。だから。それ出す出さないってどうやって決めてるのかなって思うけど、はいはい、試合に出てる選手も いるんだよ。アジア大会出てた選手、はいはいうん、ね、うん、八千代とか京都とか出てたりしてたし、はい、その西川とかもそうなんだけど、はい、ポスでね、だから、うん、その U22 というカテゴリーでも、そっちのアメリカ遠征もそうだし、中国遠征、こっちのアジア大会もそうだし、はいはい、だからまあ。すごく難しい。難しいですね。だから、いや、そっちは力入れなくていいんですかって今度話になってくるし、ね、クラブは出したくないですって話もなったり、ね、じゃあ、前回のオリンピックは東京自国開催だったんで、はい、全員招集できました、はい。でも今までは実は違う自国開催じゃないから、はい、リオの大会とかいろんな大会で、選手招集できません、うんはい。もしかしたら今度のパリだって、久保は来ませんって話もなるかもしれないね。うんうん、うん、うん。ですね。十分あり得ますね。それじゃあ今度はその、例えば細谷なんかにしても、いや、大切な残留争いしてるから、
クラブは出したくありませんっていう話にもなるかもしれないし、そうですね、もしかすると、だからどっちを優先してとか、うん、いや、本当に難しい話で、だって結局、まあ、裏の話がずれると、柏にしてみたら、はい、浦和戦にもしかしたら細谷が出てたら分かんなかったかもしれない。はいはい、うん、で、下2つ勝っちゃったよね。勝ちました。1差ずつになっちゃったわけだよ。大変なことになってきた。大変なことになっちゃったわけだ。ちょっと頭一つ抜けたかなって、俺ちょっとさ、解説続いたんだけどさ、はい、今の試合が、あ、やっぱいいなって思ってたけど、はっきり言って、まあ、また柏ついてないことにさ、その、マテウス・サビオもダメ。予定しでした、ね。犬飼も契約上できれない。出なくて。細いがいないっていう、はい、そのセンターラインが出れないっていう、まあ、俺にしてみ、俺が解説した中でかなり軸なわけだよ、そこ。そこが良くなったから改善されたんだけど、うん、はい、まあ、それが、まあ、累積の問題とか、遠征の問題でいないってなったら、うん、まあ、裏和だってそういうことも起こり得るしさ。あ、起こり得ますよね。だから、そこはどうやって解決するのかなっていう。うん、これ、福さん、来年のアジアカップも、ちょっといろいろと影響あるんですけど、ヨーロッパのクラブ、果たして出すんでしょうか、日本代表。出さないんじゃないかな。ねえ、だからそうするとね、逆に伊藤敦樹などは、借り出される可能性高いんでしょ、これ、おそらく。だから移籍をしてなければな。そうすると、キャンプに参加する可能性は高いだろう。うん、そのもちろん。移籍をするんであれば、呼ばない、逆に。逆にね、そうですね。うん、あの、森保はそこはちゃんと考えてるから、はい、考えとして、うん。日本のサッカー全体のレベルが上がるためには、個人のレベルが上がることが重要だから、その大切な時期に呼んで、はい、2チームで出場機会が減るっていうのが、うん、日本のサッカー全体を、やっぱりレベルを下げることにつながるから、そこはやっぱり配慮するとは思うけど、うん、でも他の選手もわかんないよ。出てっちゃうのかわかんないし、はい、ちょっとどういう動きになるかわからないけど、うん、まあ、国内組が中心になる。ジーコさんが中国でやった時も、俊介ぐらいしかいなかったんだ、呼んだの確か。はい、はい、そうでした。呼ばなかった、呼べなかった。あれ、呼べなかったですよね。どっちかわかんないけど、呼べなかったというのは、建前で、呼ぶ努力をしなかったっていう言い方もできるかもしれないし。まあまあまあ、そうかもしれません。それと今年に関して言うと、あの、アフリカネーションズカップがあるから。はい、そうなんですよ。うん、プレミアのチームはさ、よりさ、やっぱ出したくないよな、アジアの選手、はい、そうなんですよ。そうなんですよ。うん、だからそうすると、三笘は来ないかもしれない。遠藤航も来ないからない。だから、その辺分かんないよね。だから、そうすると、島崎言ったように、伊藤敦樹とかは、その可能性はある。あるんですよね。特に J リーグクラブ。だから、まあ、J リーグクラブね、今年、来年に関してはシーズンオフですけど、オフ期間をあまり取れずに、しかもキャンプに参加できないでシーズンに入るみたいな感じになりますね、J から。そうね、そうね。ね、あの、島崎、そう言ってるけど、俺たちって普通だからね。まあまあ、福さんの時そうでしたしね。ずっとだからね、そんなのね。みんなが休んでる時は代表活動。なんかそういうふうになってたな。まあ今もそうなんだけど、実はね。休んでる時にワールドカップがあったりもするじゃん。だから基本的には代表選手ってそうなんだけど。ね。伊藤敦樹なんかにしてみると、前もそうだったし、この間の柏戦の前半なんかもそうだけど、はい、やっぱりそういうことに、こう、ちょっとずつ慣れていかないといけないんだろうなって俺は思ってるね。うん、それは何かっていうと、品に出たとか出ないとか、はい、移動がどうとか、はい、そっちばっかりみんな言うんだけど、うん、実は代表の中でいるってすごく実は疲れることなんだよね。ああ、なるほど、うんうんうん。あの、精神的に疲れる。はい。あの、すごく注目されてるし、それにやっぱ慣れも必要だし、うん、新しい組織の中で自分の立ち位置っていうのを見つけなきゃいけないから、はい。試合にどれだけ出たとか出ないとかっていうことよりも、うん、実はそこで一緒に活動して行動してることが、結構精神的な疲れもなるから、なるほど。そういうのは代表選手としてやっぱこうこれから慣れていかなきゃいけないんだろうなっていうのはちょっと俺は感じたけど、そんな慣れだからね。福さんの時なんかは大変だったでしょ。いわゆるその代表活動してチームのキャンプにはほとんど参加せずにシーズンインみたいな感じだったわけでしょ。これ最初の年はそうだよ。だから93年の開幕する時は、うん、俺シーズン前に結局二次予選、はい、があって戻ってきたから、うん、で1月からずっとキャンプだったから国内で。はい。だから、コーチで合宿したんだけど、なんで知らないけど、コーチで合宿したんだけど、二日間だけ合流して、あと多分、うん、その、開幕する一週間前に戻ってきて、そこでの合流したの。ほとんどだからチームで練習しないで。だから新しい外国籍のアルゼンチンの選手いたけど、
一週間前にちょっと話したぐらいで。あ、ディフェンダーの。いや、ちょっとあんまり言いたくない。帰ってきたら、一週間前帰ってきたら、はい、どうもうまくいってないって話があって。モラレスとフェレイラ。なるほど、なるほど。もともといたアルゼンチンの選手とうまくいってないと。なるほど。ちょっとまずいぞっていう雰囲気の中で帰ってきたからね。なるほどね。そんなこと言われたってって思ったけど。わかんないですよね。いきなり合流してね。一週間ぐらいで準備してやったら、ね。いや大変だ、まあ、そうよね。これはもうしょうがないけど、うん、そんなことは今はないけど、はい、まあ、それに近いこともあるし、それがいいと言ってんじゃないよ。うんですね。だからやっぱそこはちゃんと管理してあげないと、ダメだなって思うな。チームとしてはお金払ってね。うん、ねえ。に抜かれて、ね、なんかちょっとその辺は、協力はしてんだろうけどさ、納得できないね、うん、それはね。うん、ですね。まあちょっとじゃあいろいろとあのスーパーチャットも来ていて、ちょっといろいろお話すると、ドレッドさんね、いつもありがとうございます。今日はね、僕と福さん2人で、やらさせていただきますんで、よろしくお願いします。ちょっとだから僕がチャット読んだりするんでね、ちょっとあのいろいろと至らないところもあると思いますが、一つあの、質問来てまして、マサさんから、福田さん、あの小野伸二選手の引退について何かお話していただけると幸いですということなんですが、今回発表されましたよね。今シーズン限り？今シーズン限りですね。はい。うん。まあ、コンサドーレ札幌所属で、まあ、試合出場はそれほどないんですけど、ついに決断したということなんです。プロ、サッカー選手としては引退するということで。福さんなりに、あのね、小野伸二についてはもう何度も何度も語ってきましたけども、改めて、この選手についてお話しいただきたいんですけど、どんな選手でしたかね。まあまあ、まずは本当お疲れ様って感じだな。うん、やっぱり、かなりこう入ってきて、18歳で入ってきて、相当鳴り物入りで期待されてる中で、その期待にずっと応えながら、まあ、順調にこう結果を残して代表にもすぐ入って、はい、ワールドカップ出たり、うん、で、フェイノールト行ったりしてたけど、もう入ってきた時から、怪我持ってた足首のね、はい、で、まあ、サッカー的に言うとネズミって言うんだけどさ、はい、骨のかけらみたいのが足首の周りにうろうろして、うん、何もそれが悪さしなければいいね。関節の間に入ったりするともうダメで。はい、うん、で、それで手術して取るんだけど、たくさん骨のかけら出るんだけど、うん、やっぱりその体質なのかわかんないけど、また出てきちゃうんだよな。うん、で、しまいには、オリンピック予選だったかな、膝かなんか、ね、怪我して、はい、まあ、そういう中でずっと怪我と一緒にこう向き合ってきた選手の一人かなって思うけどね。うんうん、もう持ってる才能に関して言うともう疑いはないし、はい、一緒にやってた人にしてみれば、もう小さい時からもう圧倒的な存在感を示してたしさ、はい、18歳で出てきていきなりこう活躍してチームの中心になっていくってなかなか今でもない中で、そうですね、体もできてたし、うん、人としての振る舞い、ピッチ外の振る舞いも非常にこう18歳にしては、今思っても相当しっかりしてたなと思うけどね。うん、なるほどね。やっぱなんとかね、こう、今だと当たり前なのか、感謝する気持ちっていうかさ、なんか高校の指導が良かったのか、そこ前の指導が良かったのかさ、おごるっていうことは全くないし、なるほどね。すごいそういう謙虚さを持ってるし、まあなんて言ってもサッカー好きだなって感じだな。ああ、そうですね。まあ、今の言葉で正しいのはサッカー小僧みたいなさ、本当に純粋にボールがあったらいつまでもボール蹴ってるようなさ、本当楽しんでるなって、スポーツをしてるなっていう。なるほど。うん、ああ、なんか嫌々やってる感じはないな。ああ、うん、まあ当たり前なんだけど、言ってることは当たり前なんだけど、まあ、うん、俺の世代ではなかなか難しかった、シンジの世代でもなかなかそういうの表現するのは難しかった時代だと思うけど、はい、うん、それでもやっぱり、まあ、圧倒的にそういうものを感じるから、うん、見てる人たちがやっぱり楽しいと感じるのは彼がやっぱり楽しんでるからじゃないかな。うん、少なからず福さんは小野伸二と一緒にのチームでプレーしたゲームいっぱいあると思うんですけど、なんか感覚的に違いました、やっぱり彼がいるチームの中でプレーするっていうのは。いや、まあ明るいよ、やっぱりその、あ、やっぱりなんていうかな、ネガティブじゃないよね、そういう部分でチーム全体に明るさをこう与えてくれる。いつも前向きにこういろんな部分に取り組んでいく、うん、でいつも笑顔を忘れない感じっていうのは、はい、その年齢関係なく、うん、愛される一つなのかなと思うけど、技術に関して言うともう俺がああだこうだ言うあれはないけど、うん、まあ彼は右利きだけど右でも左でも器用にやるし、はい、コントロールもドリブルも右も左でもできるっていうのは彼の最大の武器だと思うんだよね、うん、それはフェイノール行った時もフェイノールに行った時もその評価だったわけだよ、ええ、両足を器用に使うと、うん、
その後に同じ慎二だけど、まあ、香川慎二が行って、はい、右も左も上手に使うと。ええ、だからそういう選手の、やっぱり、走りって言い方は変だけど、圧倒的にやっぱそれはすごかったし、うん、俺は個人的には右足のキックよりも左足のキックが好きだっていつも言ってるけど、うんうん、癖がないからね。はい。素直だよね。右の方がちょっと素直さがない。ええ。器用にいろんなことやっちゃうから、こう細工したがるけど、うん、左はやっぱ細工しないんで、うん、受け手にとっては順回転でボールが来るんで、ああ、なるほど。左の彼のパスっていうのは、左足の彼のパスっていうのは、俺も素晴らしいなと思ってるけどね。うんうん、受け手にとってね。それはやっぱりね、あの、フォワードである福さんだからこそ感じる。あのだから見る人たちは、だからシンジがアウトサイドで蹴ったりとか、うん、なんかこうヒールキックでやったりとかってあるじゃん。はい。受け手にとっては、もうアウトサイドでもうすごい回転がかかってるパスってすごく実はやりづらいんだよ。やりづらい、そうですね、確かに。だから俺いつも言うんだけど、順回転でパス出す。まあ、ウーベバインもそうなんだけど。はい。例えばビスマルクもそうなんだよ。ほとんどですね。ヒデもそうなんだよ。ああ。中でヒデも。はいはい、うん。で、デブライネもそうなんだよ。うん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 。だから俺、ああいう選手好きなんだよ。ああ。あの、実は受け手の立場でいつも見るから。だから実はすごく違うんだよね、順回転と。自分が華やかにプレー見せてるっていうのは、実は受け手にとってはすごくいい迷惑だったりするから。なるほどね。だから、シンジの場合は右はすごい器用だから、いろんなことやっちゃうんだよね。うん、はいはい。で、左はそこまで器用じゃないから、うまいよ。うん、だけど、コントロールできるけど、不必要なことしないから、ものすごく素直にボールが来るから、うん、俺はシンジの左足のパスは大好きだね。うん。こう、糸を引くようなパスっていうのは。興味深い。いい迷惑って、あの、右足のね、特徴のあるキック、ね。みんなが湧いたりするじゃん。ええ。あれ、受け手にとっては最悪なことがあるんだ。なるほどね。そういう言い方ありますよね。最悪っていう言い方は失礼だけど、はい。なんていうかな、思いやりがない。スタジアムに湧いて、ええ、俺に言わせると自分勝手っていうことだね。なるほど。ああ、うん、そうなんだよ。もっと奥深いところに言うとね。ええ。自分勝手では実はないんだけど、いろいろ。うん、うん。その選択しかない時もあるんだよ。はい、うん。でも、やたらそういうふうにする。シンジがそうだとは言わないよ。ええ。やたらそういうことして盛り上がったりするけど、はい、いや、それ違うんだよなっていうことは結構ある。ハード的じゃないけど。うん。ハード的には全然違う感じ。いやいや、それ全然盛り上がるとこじゃねえし、普通にやっときゃいいしっていうのは結構ある。なるほどね。面白い見方でしたね。さて、次行ってみましょう。ライゾンさん、ありがとうございます。リーグも終盤に入り、各チーム怪我人を抱えている状態です。やはり1年を通して怪我はやむを得ないのでしょうか。元レッズの山田信久さんは特別だったのでしょうか。まあ、山田はね、ほとんど怪我しなかったですけど、まあ、ほとんど何かの怪我を抱えながらプレイしてますよね、福さんね。山田だってやっぱ足首痛かったりさ、いろいろやってるけど、それはもう怪我に関して言うと、もともとの強さってこともあるし、はい。あとは、その人の性格もあるかもしれないね。山田なんかはやっぱり、いつも言うけど、俺から見ると、うん、彼の持ってる100ではなくて、いつも70ぐらいしかやってない感じがするよね。はい、俺いつもコオロキにも言うんだけど、コオロキもそういう風に見えるタイプなんだよ。はい、でも、100やってるって彼らは言うかもしれないけど、はい、本当はもっと達成やれるんじゃないかなっていう感じがする。うん、例えば、中西英介とかもそうなんだよ。ああ、なるほど。まあ、ものすごく似てんだよ。そういう、俺はそういうタイプだと思ってるんだけど。なるほど。外からの評価と自分の評価が違う人って。だそういう人たちって結構怪我は少ないかなって俺は思ってるけど。うん。まあ、人によってはもういつも100でやんなきゃいけなかったりする人は、はい。やっぱり体に余裕がないから、うん。怪我をしたりとか、あと自分の置かれてる立場とか、うん、あと俺の経験上は精神的な安定。うん、はい。監督が信頼してくれてると落ち着いてゲームできるけど、うん、なんかそこが信頼関係がなくて、うん、なんかいつも試されてる、競争させられてるっていうのは、はい、気持ちに余裕がないんで、うん、なるほど、いっぱいいっぱいでやってしまったりするから、うん、そうするとやっぱりうまくいかない。うん、だある意味ちょっと人のせいにできるぐらいにその方が精神的にね。ああそう。だからなんとかな、まあ功労金はどうかは俺分からないけど、はい、なんかいろんなものを責任を負う必要ない感じはするな。うん、なるほど、うん。そういう人の方がやっぱ怪我は少ないような感じは俺は見ててするけど、うん、まあプレスタイムもあるけどね。ああ、まあもちろんね、うん。全力でするタイプもいますしね、結構。そうしないと自分の個性が出ないみたいなね、選手も。そうね、うん。だから余裕を持ってやれる人、やれるチーム。ええ。だから怪我って言っても、相手にやられて怪我するのと、こう怪我の種類は2つあって、接触、相手にと接触して怪我することと、はい、自ら自分で怪我してしまう。いわゆる肉離れだよね。うんうんうん、よくこう自爆みたいな言い方するけど、ええ、これはもう全く種類が違うから。うん、
だからその相手との接触に関して避けれないこともあるからさ、はい、うん、大きな怪我に関して言うとね、うん、ですね、うん、ちょっと嫌な言い方で斉藤光樹なんかはもうどうにもならない、避けようがなかった、大怪我で1年間ぐらい、ね、そのシーンだけど、うん、もうかわいそうだったけどもどうにもならない、はい、うん、ディフェンダーもしょうがない、うん、いいプレーとは言えないけどもうどうにもならない、だからそれは体が強いとか強くないで、そう行くか行かないかっていうところもあるよね、そこにね、うん、だからそういう部分のこうプレーのジャッジっていうのもあるかもしれないけど、はい、うん、でも終盤になるから怪我人をするっていうのはちょっと違うかもしれないな。ああ、なるほど。最初から怪我はあるかもしれないけど、すごくそれが目立つんじゃないかな。ああ、うん。わかんない。わかんないけど、俺わかんないけど、これ、印象論って結構あるんだよ。はい。これ、ちょっと、島崎知ってるかわかんないけどさ、これを、ここにちょっと本があるんだけど、サッカーデータ革命っていう本があるんだよ。はい。これ何年か前に、島崎読んだかわかんないんだけど、これ実はデータでサッカーを分析するっていう。ああ、はいはい。でも、実は人間って印象論が多いっていう話なんだよ、要は。ああ、なるほど、うんうんうん。2点リードから逆転されることっていうのはデータ的には少ないんだよ。まあ、本来はね。ああ、うんうん。で、監督が変わって V 字回復するっていうのはデータ的にすごく少ない。はい、ああ、なるほどね。だけど、それが成功すると、あたかもそれを何度も報道するから、たくさん成功したようになると。ああ、なるほど。で、ペナルティエリアからのシュートがたくさん入っているように感じると、すごいシュートが。はい。でも実は、全体の1割ぐらい、1割満たないこともあると。うん、なるほど、うん。だけどそれはなぜそんなにたくさん入っている印象になるかっていうと、何度も難しいシュートだから放送されると。ああ。スーパーゴールだから。ああ。ゴール前で合わせたシュートは、それは劇的じゃないし素晴らしいゴールに見えないから、あんまり放送しないんだよ。取り上げられない、ね。そう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 。だからその印象操作があるから、怪我人のことも、なんか終盤だから怪我人が多いよねとか、あ、逆に言うと累積で出れないこともあるよね。はい。マテウス・サビオみたいに。うん、ええ。そっちはあるかもしれない。うん。それも含めてベストメンバーが組めないってこともあるかもしれない、ね。ああ、はいはい。うん。で、確かに。浦和とか、まあ、今回の J リーグに関して言うと、やっぱり ACL の関係があってタイトだから、ええ。それはスケジュールの問題は多々あるかもしれないな。はい。うん。だからそれで怪我人が増えてるっていう言い方もあるかもしれないけど、うん、うんうん、そう。そこのデータは、ちょっとちゃんと取らないと、うん、なるほどね。印象的な部分があるんで、そこはちょっと気をつけないといけないかなとは思ってるけど、怪我は前提。だからいつも言うけど、今年良かったから、今年のメンバーを残して、新しいメンバー入れたから強くなるよねっていうのは、いつもそうじゃないですよと、うん。怪我もあるかもしれないし、昨シーズンのような働きができない選手もいますよと。うん、必ず足し算じゃないですよと。うん、逆に去年は良くなかったけど、今年いいってこともあるから。うん。うん、だから、必ずしも足し算じゃないですよっていうのが、なるほど、こう生き物ですよっていうのが、怪我人も含めてね。うん。だからこそどれだけ準備ができるか、大きな怪我した時にうまく補強ができるか、クラブ力っていうのが試されるっていうことなんじゃないかな。うん、そうかもしれないですね。じゃあ次行ってみましょう。菅谷祐樹さんですね。終盤戦の新潟、京都、横浜 FC で勝ち点6を落としているのが大きいと。誰もが裏は良いと思っている試合に勝ってないと。福さん、これはありがちでしたよね。もう、何度も指摘もされてきましたが、こういうチーム対戦。これだから、さっきの話と一緒で、ね、裏は主語になってるけど、うん、じゃあ申し訳ないけど、F マリノスは、下位のチームに、残留争いしてる下位のチームに連敗してるんだよ。うん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 、横浜 FC、柏に連敗してるんだよ。はい。それも、4-1 で横浜 FC に負け、うん、2-0 で柏に負けてるんだよ。うんうんうん、連敗だぞ。だからこれは、J リーグではある話だよ。ああ。浦和だけの問題ではありませんよと。うん、神戸に関しては、横浜 FC に負けてるからね。うん、うん、うん。それでも、最下位のチームだったの。うん。だから上位クラブが結構負けてんですよね、下位クラブ。だから J リーグの場合は、浦和はこうなってるけど、それはその通りだよ。でも J リーグ全体がそうだってことは認識した上で、うん、浦和もだからいいってわけじゃないけど、うん、浦和もこうなってるよねっていうのは、うん、だから驚きではないってことだよ。はい、うん。そこまで力の差がないってこと。うん。ですね。うん、神戸があそこまでいいよねって言ってても、いや、実は落としてますよと。うん、うん、うん、うん。
まあ、同じぐらい落としてるよ、それは。うんうんうん。そうなんですね。ちょっと特殊なリーグってずっと福さんおっしゃってましたけど、まさに今季も同じような特殊というのか、それが J リーグの良さというのか、抜け出たチームが、まあ、その、川崎が2、3年前に2シーズンぐらいその、ずば抜けたチームがあったけど、それ以外はずっと一緒なんだよ。うん。どこが優勝してもおかしくない、上位と下位がやっても、下位のチームが勝つ、もう普通に起こり得ることだから、だから浦和がだからダメだって言ってるわけじゃないけど、今言ったようにこういうところに勝ち切れてれば行くかもしれないけど、でも上位のチームを実は落としてますよと、じゃあどこで差がついてんですかって話になってくるから、そうですね、じゃあ直接対決だったり、はい、他のところで極力こういうところを落とさないように勝ち切っていくってことだよ、これ勝ち点、まあ引き分けのところだと思うんだけど、勝ち切っていくって下位のチームじゃなくて、引き分けではなくて、勝ち切っていく力っていうのがやっぱ必要なんじゃないの、って話だよね。まあそういう意味で言うと、今季の神戸は、その勝ち切ってきた試合が多いから、今の順位にいるということでいいんですかね。やっぱ得点する選手がいますしね、今ね。だから、多分、俺は今データ持ってんだけど、得点数ははるかに浦和よりも多いと思うんだよ。はい。だから浦和に関して言うと、失点が少ない、得点もそんな多くないけど、別にそれでも得失点差で10とか、15とか出れば、それは優勝できるけれども、でも、もしかするとこういう形で勝ちきれない試合が出てくることもあるよねっていう。はい。そうなると優勝ってことになると、やっぱ勝ちきっていくことが必要だから、点を取るってことはやっぱ必要になってくるんじゃない？だって、この間の鹿島の時に、よくあのメンバーで勝ったなって俺は思ってるよ。申し訳ないけど。いや、俺をほら、フラットに J リーグ全体見てるけど、はい。いや、注意の、前線はだよ。そんな特別誰かがいる感じじゃないから。はい。逆に言うと他のところだってもっといるんじゃないって思うぐらい、この間のメンバーに関して言うとだよ。だから特別じゃない中で、こうやって勝ち切っていくってやっぱ後ろがしっかりしてるからなんだと思うけど、あと戦い方がね。だから特別じゃないから、から逆に言うと、こういうところに勝ち点を落としていくっていうことも、それはある程度納得できる。あ、そう。島崎のいるドイツだってさ、まあ申し訳ないけどバイエルンが圧倒的に今強くなっちゃってるよね。レバンドスキーいなくなってちょっと苦戦しました。今年はハリーケーン取ってきました。ハリーケーンがいいのか分かんないけどザーネも活躍してます。やっぱストライカーいるとちょっと苦しい試合でもどうにかなるよねっていう。ですね。終わってみたら大差で勝ってるけど、実は試合の流れからすると、なんかその選手がポロッと入れて、相手が前掛かりになったところをカウンターで入れて、最後また前に出てきたところを追加点取ってみたいな。結果的には対象になってるけど、実はそんなに差はない。でそこの部分って実は俺は重要だと思ってるから、結局マンチェスターシティもその選手を取って、まあそこを置かないって話だったけど、結局それを取って、その選手が全てじゃないけど、まあ、そこのところってやっぱ重要なのかなとは思うから、まあ、カンテナもうまくいってるけど、まあ、そこの部分はやっぱり最後のところ、俺はゴールキーパーとストライカーって重要だと思ってるから、で、まあ、ストライカーに関して言うと、まあ、いれば一番いいけど、はい。でも、フィールドプレイヤーが10人いるから、ゼロトップって考え方もあるよね。それは何かっていうと、フォワードがいなくても点を取れればいいから。でも、だからストライカーはどうにか、もしいなくてもどうにかなるけど、ゴールキーパーはどうにもならないんだよ。手伝いも一人だから。はいはい。勝負を決めてしまうから。だゴールキーパーって実はサッカーの中ってすごい実は重要だってことだよね。ですね。ここの部分。ごまかしが効かないから。まあ、裏に関してはね、今季西川周作がね、素晴らしいプレー連発していて、そこはかなり担保されているだけにね。で、だから、キーパーのところも絶対的に、上位のいるチームは絶対的にキーパーがいいから、キーパーが良くないと絶対上いけないんだよ。ゲーム決めちゃうから。ですね。ごまかしが効かないんだね、ゴールキーパーだけは。手使いの一人だけだから。ですよね。まあこれ、だからチャットにもありますが、ゼリコさんかな、これ、神戸も5敗、浦和も5敗で、負け数一緒なんですって。ただ、引き分けの数が、浦和は11もあるので、まあこの差がまさに出ているということで、つまり、クさんの言葉をお借りすると、守備はもう万全で、ほぼゲームもコントロールできてんだけども、決めきる力がないために、勝ち点1にとどまるってゲーム多いんですね、これね。普通にね。まあ必ずしもそうかって話だけど、俺はだけどベタ引きしてなんか守ってる感じじゃないから。ああ、そうですよね。だから、
うん、そんな別にもっとモダンな感じ、モダンって言い方が失礼だけど、うん、まあ普通にノーマルなやり方して、まあすごくリスクをかけて攻撃的にいく感じじゃないよね。うん、勝つためにサッカーしてるっていう、すごい堅実なサッカーをしてる。だ逆に言うと俺は裏和的だと思ってるよ、今のやり方で。うん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 、このやり方でどうやって、その、わかんないよ、まだ4試合残ってるからさ、まあ8だから、現実的には難しいよね。これで優勝ですっていうのはちょっとおこがましいんだよ。世界的なことを言うんであればね。うんうん、現状ね、うん。現状は本当はもうないって言ってもおかしくない。うん、4試合で8じゃね、うん。なんだけど、でも J リーグだからわからないけど、うん、でも、なんか、そこの部分で、ちょっとどうにか攻撃的なことでやってもらいたいなと思うけど、浦和市らしい戦い方ではあるんだよな。うん。今現状もね。確かに、ね。と、俺は思う。だから、この中でどうやって勝つかってことをやっぱ考えていかなきゃいけないんじゃないの、じゃあ、ワシントンみたいな選手を置くのか、それじゃあ、ワシントン置いて、ロビーみたいなのを置いて、2人とか3人で攻めて、うん、あと7人で守るって、サッカーは今してないから。うん、してないですね。そうですね。またそういうサッカーではないし、今の時代はね、はい。うん。それじゃあ、ちょっとなかなか難しいんだと思うから、はい。まあ、どうやってやっていくのかなとは思うけど、うん、なんかまあ、わかんないけど、この夏の補強も、例えば、これが正しいからね、大阪にオファー出すとかさ、あ、はい。ちょっとその、話題性も含めてね、はい。なんか中途半端に嫌われるんじゃなくてさ、もっと嫌われてほしいんだよね。うん、そういう意味でね、うん。この、島崎のいるさ、はい、その、赤いチームあるじゃん。黄色いチームからガンガン抜くじゃん。はい、抜けますよね。もうなんとかライプツィヒからも抜いたりするじゃん。すぐしますよ。うん、しかも上位のチームから抜くじゃん。抜きますよ。それってさ、一つの方法じゃん。はい。うん、でも嫌われるじゃん。嫌われる。嫌われるんだったらとことん嫌われた方がいいじゃん。でもそうやってやって勝たないと嫌われないじゃん。うんうん、そうですね。バカにされちゃうじゃん。失敗したりする。なんかそのぐらいやってほしいなって思うんだけど、うん、やったのかやんないのかわかんないけど、なんか話題でそういうのを飛ばしでも出してほしいなって、そういうチームであってほしいなっていう、うん。はい。なんか違うところで嫌われちゃってる感じがするんだよな。違うところでね。まあ、なんかもうところ本題のところでもって嫌われてほしいなっていう。何が悪いんですかっていう、なんかそういうちょっとさ。うん、なんかもっと、だから違うんだよなっていう、ところの嫌われ方しちゃってるのはちょっと残念だな。嫌われるならそっちでもっと他のとこから嫌われて、圧倒的にコアの人から支持されるようなクラブを目指してもいいのかななんて思うけど、ずっと思ってるけど、なかなかそうはいかないね。そうですね。なかなか。じゃあ次行ってみましょう。去年の今頃も終了モードで若手の海外の練習参加などもありましたが、今年はそういうところじゃないですかね。まあそういうところじゃないでしょう。まあ去年とスケジュールも全然違いますし、別に。若手の海外の練習参加って誰言ってたの？海外の。ああ、これでもシーズンは終了してからの話じゃないですかね、去年もね。なんかそのベルギーの2部のクラブに3人ぐらい練習参加したり、だから。誰が言ってたの？宮本、安井、工藤、3人が、ベルギーの、デインセっていうクラブに練習参加しましたね。冬にね。それから、ムアントンですかね、タイのね。そこにも若手選手が参加したりしてましたね。その話をしてるのかな。うん、でもシーズン終わったら。その若手って何歳のことを若手って言ってるのか分かんないけどさ。うん、海外に行くことがいいのか分かんないけどさ。もう宮本などはその後レンタルでそのクラブ行ったんだけども、夏に帰ってきたんですよね。まあいろんなその今、海外のクラブと提携を結んでますから、別に今年もあり得るんじゃないですか、そういう例えば出場機会のない選手とかね、関しては。ただ、ちょっと今のところまだシーズン終わってないんでね、これからの話になるでしょう。なんか海外に出すんだったら J2 とか出せばいいのよな。ああ、そうですね。まあ J2 出てる選手もいるんですよね。結構ね。レンタルとかでね。結構いるんですけど、武田とかね。工藤もそうかな。うん。次行ってみましょうか。美咲さんです。去年の今頃と比べると、今年はまだまだタイトルのかかった試合が多く楽しくて仕方がありません。勝ち点を積み重ねることでチームが成熟している感じは久々ですと。福田さんは手段と目的を混同するなというのはよくおっしゃいますけども、勝ちという目的に向かうことでチーム構築もよく見えてくるのは大きな勉強となりましたということですが、福さんまだね、リーグ終わってないですし、ルヴァンも決勝残って、
ね、ACL もやってる状態ですけど、まあ、どうなんでしょう、1年目のスコルジャ監督のチーム、段階的には成長しているようにも見えたりするんですが、白山的にも、まだシーズン終わってませんけどね。うんうん、まあ、ちょっと総括するのはちょっと、まだ早いと思うけど、ここまでのところは、非常にうまく やってると思うよ。そのメンバーも、俺は、これもうちょっとどうにかなんねえかなっていうところは、ちょっと前の方はさ、ちょっと物足りないなっていう感じもするけど、はい、その中でもよくこう選手使いながら、うまくこう戦って、うんしっかりこう勝つっていうことを考えながら、はい、このゲームをしてるなっていう気はするけどな、なんか、自分たちのサッカーするとかさ、なんかそういうちょっと稚拙な感じではもうないかなっていう、そうですね、もっと成熟した感じでやってるかなっていう気はするけどね、うまくいかない試合も、リーグ戦ってうまくいかない時とか、はい、そのやっぱりコンディションがうまくいかない、体がうまくいかない、その時にどうやって勝ち点を取っていくかっていうことが試されるのはリーグ戦だと思うんだよね。はい、だから総合力は求められるんだけど、だ選手層っていうのも、それ一つの、手段っていうかさ、考え方なんだけど、ね、そうやって、ね、人を変えたからってうまくいくわけでもないしさ、うん、うまくいかないときにどうやってやっていくかっていう、その部分で引き出しがたくさんあった方がいいって言い方するけど、はい、その戦い方とかいろんなこと。うん、で、いつだっけ、勝ちに行って負けた試合あったよね、どこだったっけ、なんか結構スコルジャーさん怒ってたけど。ああ、うん、最近のゲームでしたね。京都じゃねえな、アウェーだったよな。トスか。広島だ、広島だ。あ、広島、そうですね。広島の試合、うん、そうでしたね。だから、あれも内容も悪くて、引き分けでよかったんじゃねえかっていう、はい、ああいうのを引き分けといたら、うん、さっきの引き分けの数ではなくて、要はそういうとこの戦い方なんだよな。うん、そういうことが求められていく、うん。で、あれはやっぱ経験したことで、今年はもしかしたら、うんうまくいかないかもしれない。後ろに届かないかもしれないけど、あそこ勝ち点1を取っとくって全然違うでしょ？うん。ですね。うん。だから、そういうとこだと思うんだよね。うん。だから、いつも言うけど、割り切るっていうかさ、ええ。割り切るっていうのは諦める。ちょっと言葉悪いんだけど。うん。多くを望まないっていうかさ、現実的になるっていうこと？はいはい。多くを望まないってのはちょっとおかしいけど、現実的？ええ。相手との力とか、アウェー出しとか。うん。なんかそういう割り切った戦い方ができるように、今年1年間でちょっとそういう部分は監督が、要はそこが勝者のメンタリティっていう言葉を変えるとそういうことになってくるのかもしれないけど、それが外から見ると粘り強さとかさ、しぶとさとかってさ、なんかそういうものの言葉に変わっていくのかなと思うんだけど、なんかそういう、要はしたたかさとかさ、何がしたたかなのっていうと、いや、優勝するために、それも自分たちができないんだともうやらないと。いや、ゲーム壊しますよと。うん。なんかしませんよと。うん。そこはサッカー相手にもさせませんよと。ええ。でも勝ち点じゃ持って帰りますよっていうような、今までやっぱりどっちかっていうと、いや、自分たちのサッカーしてみたいになっちゃうと、うん、それは難しいけど、今のやっぱりスコルジャーさんってそれができる監督さんだと俺は思うから、うん、だから勝てる監督さんなのかなって俺は思ってんだけど、うん、選手たちもそんなもの、だから広島なんかまさにそうだったと思うんだよね、はい、スコルジャーさんも認めてるから、うん、内容悪かったと、でも1で良かったんだ、うん、勝ちに行ったんだっていう話なんですよね、うんうん、だからそういうところの戦い方、まあ選手の気持ちも分からないではないけど、うん、リーグ戦ってそうなんじゃないっていう、カップ戦じゃないから、はい、うん、カップ戦はそれ行かないとダメだからさ、うん、逆に言うとそういうメンタリティーからカップ戦強いのかもしれないな。まあね、歴代のね、ラウ特に。だから、歴代のっていうか今もそうだけどさ、そんな感じする。カップ戦には強いのはそこの部分もあるのかもしれないけど、リーグ戦はまた違った要素が求められるのかもしれないね。うん、引き分けっていう制度があるからさ。そうですね。うん、なかなか難しい、問題ですが、でもね、なかなかスコルジャー監督自身、それからね、指導者が作り上げてるチームは、ちょっといろいろ変化みたいなのも感じますよね、福さんですからね、今までに比べるとね。対戦相手にしてみたら戦いづらいんじゃないですか、隙がないから。うん、まあ、守備が硬いって言い方あるけど、うん、隙を与えてくれない、うん、だから得点力があるっていうことよりも、得点力なら、例えば F ・マリノスとかどんどんパンチ出してくるから、逆に対戦相手としては対策が取りやすい、はいはい、うん、川崎とか F ・マリノスだって、いわゆる王者と言われるところは、自分たちのスタイルを崩さないから、それで相手を上回ってこようとするから、はい、実は対策はしやすいって言い方するよね。うんうん、逆に言うと、その今の浦和のスコルジャーさんのサッカーっていうのは、対策は取りづらいかもしれないな、うん、確かにそうです、ね、いろんな形を変えてくるけど、
だからといって攻撃的に来ないから、そんなに、なんか点を取られる感じもしないんだろうな、今の状態ではな。手堅い感じしますよね。なんか手堅いんだよな。だから堅いサッカーになるかなっていう感じはするけど。特殊な動きもしないですしね、特にね。そうね、そうね、そうね。サイドだからね、やっぱね、サイドバック高い人ってね、センターバックが、やっぱり、特徴的なセンターバック2人置いてるんで、それを生かしてこうやっていくサッカーで、やっぱりサイドから攻撃するって、やっぱカウンター受けづらいしさ。はい。やっぱりそれは失点も少ないっていうこともあるだろうしさ。ね、ですね。まあ、手堅いのは事実じゃないの。はい、次行ってみましょう。サンキュー坂田さんです。いつもありがとうございます。今年はタイトル争いとその後に待っている CWC があるのでいろいろ楽しみなのですが、来年のことを考えると強化部はもう補強など考えていると思うので、次回はぜひ補強を成功させてほしいです。もうこれね、毎年いつも言ってますけど、福さん今この時期がまさにあれなんですよね。裏でいろいろ動いてる時期なんですよね、これ。まあもうずっと一年中動いてんだと思うけどな。ね、いやもう今だから動いてるっていうのはもう遅いよね。だからそれは何を言ってるかっていうと、スカウティングしなきゃいけないから。だからまあ俺の話だけど、俺が現役辞めるときに、オフトが監督やってるときに、まあいろいろあって、まずオフトにスカウティングやれって言われたんだよ。ああ、なるほど。で、人を見る目が必要だからって言われたんだよ。ああ、はいはい。で、いいと思った選手をずっと追いかけなきゃいけないんだと。うん、何試合か見て、いい選手だよねって取るのは、それは失敗すると。ああ、なるほど。ずっと追いかけなきゃいけないんだと。その選手を。はい。ってことは、ずっと強化の人たちは、一年中そういうモードでいなきゃいけないから、それは当然国内の選手はもうほとんど網羅してると俺は思うよ。何人で網羅してるのか知らないけど。うん。で、目星い選手に関しては、目星いポジションに関しては、ピックアップしてずっと追いかけてなきゃダメだよ。はい。数試合じゃ、もう全然そんなのは参考にならないからね。うん。だから、今だからじゃなくて、今は、だいぶそうやって絞ってきてるかもしれないな。はい。大きな枠からね。うん。で、監督が来年どうなのかで、監督とも話しなきゃいけないだろうから。そこも重要ですよね。うん、今言ってるけど、まあ、補強って言い方するでしょ。夏の補強もあったけど、うん。フォワードの選手取った方がいいって言い方は俺はしてたけど、取るんであれば、うん、今いる外国籍の選手たちが、もうこの選手が来たらしょうがねえよなっていう選手を取らなきゃいけないってことだよ。うんうん、だからそうしないと補強にならないってことだね、常々。補強にならないっていうのは何を言ってるかっていうと、それはチーム全体を見たときに、そうじゃないと補強にならない。今いる選手がベンチに下がらないと補強にならないよねって形の話をしてるんじゃなくて、はい、もっと内面的な話をすると、うん、今いる選手たちのモチベーションが下がるから。だ今のパフォーマンスが出せるわけじゃないですよってこと。ああ、そうか、そういうリスクもありますよってこと。ええー、中途半端な選手が取ってくると。はい。うん。だベンチに入ってても、じゃあやってやろうってみんな思うかもしれないけど、いやいや、そうじゃない人もいますよと。うん。なんで俺らも大して変わんないやつが出てんだって話になっちゃうと、うん、そうですね、これは厄介ですよって話なんだ。です。納得感がなくなっちゃう。補強っていうのは、そこの今いる既存の選手たちのモチベーションもあるから、それが総合力のチーム力ってことになるから、はい、うん、必ずしも補強っていうのは、いい選手を取ってくることが補強になるわけじゃないよってこと。はい。うん、いつも言うけど、例えば、今回、わかんないよ、中島翔也とか、阿部とか取ってきました。まあ、ちょっと、そこには疑問符は、俺はあるけども、彼ら全然補強になってないじゃんっていう見方もあるかもしれないけど、うん、彼らが入ったことで、今までいた選手たちが、緊張感を持つことで、チーム力全体が上がるんであれば、それは補強になってるわけだよね。うん。俺はあえて競争って言わないよ。俺は競争を煽ることはいいとは思ってないから。必ずしも。うん、はい。いい緊張感を生むってことは必要なんだよ。一番いけないのはマンネリだから。うん。そのために取ってきた選手が、これオシムさんが言ってたんだけど、マキを成長させるために外国籍の選手を取ってきたって言い方したんだよ。ああ。緊張感を持たせるために、うんうんうん、それは表向きにそう言ったのか本当にそうなのか分かんないけど、うんうんうん、そういう効果も実はありますよってこと、補強って、によってね、うん、補強ってのチーム力を上げることだから、うん、北選手が活躍するんであればそれはいい、北選手が必ずしも活躍しなくてもチーム力が上がることがあるから、うんうんうん、 ね、それも補強にはなってますよという見方だよね、ですね、それは難しいけど、うん、いや取った選手がダメだからダメって
って必ずしもそうではないよってことも、はい、チームの中ではあるよってこと、人だから、うんうん、組織なんでね。まあ、あとこの時期にいろいろと判断することは多いと思うんですけど、すごく重要なのは、これも福さん、常々おっしゃってますけど、監督の去就が重要ですよね、結構ね。その選手が次のクラブを決めるときの判断としてね。Jリーグの場合はもう監督の契約をもう今やってないとダメだね。ねえ、ここで。決まってて発表するかしないかはまたタイミングの問題もあるから。そうですね。うん。だけど、もう話は済んでるはずなんだよね。はい。ですね。話が済んでるっていうのは、来季もやってほしいんであれば、オファーは出してるってこと。ですよね、うん。そのオファーを監督が飲むか飲まないかはまだわかんないけど、はい、オファーは出してるはず。はい。うん、逆に言うと、来季やらない監督に対しては、オファーを出してないから、うん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 、プロフェッショナルな監督であれば、今話が来てない。はい。来季のキャンプの話を決めてない。うん。来季の選手の補強の話も来てないってことは、来季はないなと思ってる。うん、うん。それは監督としては感じます、ね。この時期、この時期。はい。ですね。うん。これだからね、今、一応発表されてないんですよね。浦和はね、その来季のスコルジャさんの挙手については。ただ、内々で決まってあるんであれば、スコルジャさんと話をしながら進めているパターン。内々で話というか、オファーは出してる話。ええー。いや、オファーも出さないとダメなんで、うん。もう多分、オファーを出してんだったら10月に出してると思う。はい。はい。はい。ですね。だけど、それが、話がまとまってるのか、まとまってないのか、うんうん、まとまってるけど、タイミングを測ってるのか、はい。リーグのあれがなくなったら出すのかもしれない、もしかしたら。ああ、そうですね。その可能性もありますね。可能性がね、途絶えたときに。だから、どこのタイミングで出すかってすごく実は重要だから、早めに出すことの効果もあるし、はい。そこはどういうタイミングで出すか。もしかしたらまとまってなければ、出せないしさ、うん。うん。まとまってるんであれば、タイミングを測ってるか。うんはい、うん。これはどっちかわからないけど。まあ、できればやってもらいたいなと俺は思うけど。うん、ですね。まあ、今の段階で、その、公に発表しているクラブ確かに少ないんですけどね。例えば、福岡とかね。それから、名古屋あたりは、来季も、長谷川監督。それから、長谷部監督ね。留任発表されてますけど、そんなに多くはないんでね。別に遅いとは思いませんが。これなかなかギリギリですよね。これどういうふうに、クラブをどこで発表するかって結構気にしてるでしょうね。いや、まあ、だけど、うん、いつも言うけど、こうまあ、J リーグだけじゃないけど、結局、選手の契約もあるわけだよ。そうすると、選手の契約の話も代理人はちょっと探りを入れたりするわけだよね。はい。はいうん、ですよね。代理人っていうのは、うん、力持ってれば、各クラブに全部ネットワーク持ってるから、はい。ここ変わりそうだよと。ああ。それは監督が来年やるかやらないかって一番最初に分かるのは代理人なんだよ。はい。うん、そう代理人から選手に行くんだ話が。だからチームがあんまり発表しなくてもそこから出ちゃったりもするから。うん、うん、うん。よくありがちです。もうこれ以上は多分引っ張れないと思うんだよな。タイミング的には。10月の頭中旬まではまだ決まってないって言えるけど。はい。来季の契約のこともあるから11月に入ってしまうとさすがに、ちょっと代理人の方も、いや、来季動かなきゃいけないんで。来年監督どうなりますかっていうのは、ね、言わなきゃいけない。嘘つけないから。そうですね。うん、だそのタイミングも11月になったらちょっとそれは無理かもしれないね。うん、どちらにしても出ちゃうから、はい、そこから選手に流れるんであれば、うん、チームとしては先に発表した方がいいよね。だそのタイミングは測ってるかもしれないね。ちょっとわかんないけどね。いずれにしてもね。まあ、一番の補強は監督なんじゃない？そんな感じがね、してきました。監督が残るか残らないかが一番の補強ポイントじゃない？はい、選手はどうにかなるさ。ですね。これは、そんな J リーグどこもそんな変わんないですから。うん、正直なところ。気になるところになってきました。あと二つは、ありがとうございます。福さんいつもありがとうございます。ちょっとね、関根のね、怪我の状態気になりますが、今日の、前日練習では、別メニュー調整ということで、福さん、ちょっとね、膝付近を痛めたということで、詳細は、知らされてないんですけども、福さんが見た限り、ちょっとね、痛そうな印象を持ったんですって、関根に関して。俺、多分内側だと思うんだけど、ボール蹴ろうとした時に、つま先に当たってんだよ。だからもう完全に足持ってかれちゃってんだよな。ってことは内側が伸びてるんだよね、軽く、人体が、はい。なるほど。で、内側って俺もやったことあるんだけど、なんかそのまま、ちょっと痛いけど、やれるんで、ちょっとの間。だけど、インサイドで蹴ったりとか、なんかしようとすると、はいうん、すごい痛みが出るんだよ。
なるほど。ちょっとプレイしたんだけど、うん、痛くてできないってやめたと思うんだよな。軽症であっても、うん、まあ、その痛みって、まあまあ嫌な痛み。あで、何を言ってるかっていうと、利き足なんだよ、やってるの。右足なんだよ。で、インサイドキックが一番負荷がかかるんだよ。ああ、その内側。あれは何かっていうと、インサイドってインフロントで蹴ろうとしてるから、はい、足を開いて蹴る動きっていうところに負荷がかかるように、靭帯が伸びちゃってんだよ。ああ。同じ動作が一番負荷がかかるんだよな。ああ。だから一番使う動作なんだよ、あれ。うん。インサイドキックなんで、ね。インステップで蹴ります。まっすぐ走りますはできるんだよ。うん、多分今でもできると思う。はい、テーピングするの、うん。だけど、足が浮いてる状態でインサイドキックします。はい、方向を変えます。右から左に変えますとかは、うん、内側に負荷がかかるんだよね、うん。その時に痛みが出るから。なるほど。で、もう一つは、やっぱり再発する恐れが多いんだよな。ああ、その内側の場合、ね。同じところをバンって蹴ったりするから、うん、蹴った時にまた伸ばしてしまう。なるほど。相手のブロックを受けた時に、なってしまう、うん、利き足なんで左足だったら蹴らないで済むけど、うん、右足で蹴らないってわけにいかないと思うんだよね、そうするとインステップはいいけど内側のキックは全部痛くなるから、うん、ちょっと俺は時間もしかするとルヴァンカップも難しいかなと俺は思ってるけど、うん、なるほどね、俺の経験上ね、痛みの前やったり注射打ってやればできるよ、はい、うん、でもその後できなくなっちゃうから、うん、リバウンドでね、うん、それでもルヴァンカップの決勝に出たいっていうんだからそれは一つの賭けではあるけれど、うん、それをどういう判断するか分かんないけど、うん、なるほど、でもやっぱちょっと厄介なとこ怪我したと思うよ、うん、ちょっと気になりますね。ノブさんもありがとうございました、いつもありがとうございます。ということで、福さん、時間がちょうど来たので、ちょっとね、軽く、ポハン戦の話もしたかったんですが、ポハン戦はちょっとじゃあ、この後の会員版でいろいろ話したいと思いますので、よろしくお願いします。その後、鹿島戦がね、また控えてるんで、今週末ですかね、その話も含めて、韓国勢との対戦、それから鹿島との試合ってね、なかなか福さんね、もう、ちょっと厳しいね、正直なところね。まあ、鹿島戦も言ってたけど、はい、その神戸だけなんだよな、もう4試合しかないとかさ、もう F ・マリノスと裏に関して言うと、やっぱり相当厳しいような、それはな。ですよ。だちょうどね、最終盤に来て、勝負の時が来てると思いますんで、鹿島もないからな、そうなんですよ、まあ、鹿島は逆に言うと、ね、もうちょっと何もなくなっちゃったっていうところあるからさ、これもねね、ホームで浦和っていうところのモチベーションもあるから。で多分、まあ、裏側からすると、ね、優勝させたくないって思いは多分あると思うから。いや、裏側からするとね、神戸戦で頑張ってくださいよと思ったんですけどね。俺もうちょっとやるかなと思って、神戸戦は見てないけど、前半はもう全くだったらしいな。うん、あっさりみたいな感じで、ね。ちょっと期待はせなかったな。ですね。ということで、じゃあちょっと会員版の方でちょっといろいろ話をしてみたいと思います。一応告知だけをさせてください。裏剣プラス、福田さん。それから坪井圭介さんとか、それから沖縄雄一郎くんとかね、いろんな指揮者の方参加していただいて、こういう形で、発信をしておりますので、動画もそうですが、この原稿に関してもね、こういう形で、公式サイトで運営してますので、もしご興味ある方、まだ会員になられていない方、ぜひ会員になっていただけると、この後の動画も見ることができますので、よろしくお願いします。この後会員版については、こちらの会員、告知ページですね。下の方にスクロールしていただけると、この会員版を見れる動画の場所がありますので、そこから入ってください。それから質問をお寄せしてたんですが、ちょっと何週間前から、当日の夜の7時まで、締め切りとさせていただいてますので、そちらの方からピックアップして、質問にも答えていきたいと思います。よろしくお願いいたします。いろいろね、会員になっていただけたり、こちらのいいね、ボタンも押していただけたり、それから視聴していただけたり、チャンネル登録していただければ、いろいろ励みになりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。今期も残り、もう10月の、最終盤ですから、あと2ヶ月ちょっとですよね。レッツはまだまだゲームが、最高で12試合残ってるのかな、クラブワールドカップの決勝まで行ったらね。まだまだ、楽しみな試合がありますので、ぜひ皆さんもお付き合いください。福さんすいません。じゃあちょっとだけ休憩しまして、すぐに会場に移りさせていただきますので、よろしくお願いします。はい。はい。ではこのあたりで、この YouTube の動画については、失礼させていただきます。また来週お会いしましょう。皆さん、ありがとうございました。